ちょっと叩きますね。一番痛い、上限が5としたら、2か3ぐらいの痛みが 出たら教えてください。ここ痛みないですか？大丈夫。ここもないですよ。こんなところにあの痛いところがあって、そこをあの刺激することで改善される場合もありますので、もう基本も足からずっと全身をやるというのが基本です。これね、CS60 と言いまして、あのどうこの体に触れる部分はどうでってきています。それで磁気が結構強い磁気がありますので、あの人間の体でもあの5ミリか1センチぐらいは入るということです。それでこの擦る摩擦熱と磁場の影響で血流を改善するという仕組みのものです。定休日は月曜日です。火曜日、水曜日は一応訪問する予定です。で、今、須崎方面にお客さんがおるので、ちょっと火曜日が水曜日はそっちにいると。ああ、確かにね、あの、ないことはない。あ、ないないない。こっちのあの変な、はい、こっち押し込むような痛みはない。はいはい、ああ、ボキボキ。あ、確かに。多少は軽い。ああ、動かしやすい。いや、こんにちは。山本正秀と申します。私これを器具を使って、血流改善の施術を行っております。でなぜこれを始めたかと言いますと、私がよく見ている YouTube の藤原直也先生の紹介がありまして、まあ、直感的にあこれはいいんじゃないかなと、もうそんな難しい理屈がわからなかったですけども、まあ、直感で言うのではないかと思って練習ですか、体験に行きました。現在皆さんの血行促進をするための施術を行っております。マント町の良さというのは田舎らしい良さが残っていると思います。で人間もやっぱり自然のものですので、まあ、石油から作られる薬とかそういうものを使わずに自分の治癒能力を高めて健康になるということを目指して、これから地域に密着して頑張っていきたいと思っております。この動画は四万十町からチャンネル登録よろしくね。それではまた会いましょう。